こんばんは、動物写真家の小原玲です。いつもありがとうございます。今日は本当はモモンガライブをやろうと思っていたんですけども、今本当に条件悪いんですね。ほとんどの穴が何時に出てくるか分からないような状態です。フクロウがかなり活発に動いてまして、でそれでモモンガの動きが全く読めなくなっています。でそうやってネタがない時には、かつてはアザラシの赤ちゃんの動画を流していたんですけども、今アザラシの赤ちゃんチャンネルをサブチャンネルで作っちゃったもんで、こっちのメインチャンネルの方のネタがさらにないと、仕方がないので Vlog で勘弁してもらおうかなと思ってこうやって撮っています。ここはオホーツク海沿いの町で、学生アパートですね。そこを借りてるんですけれども、撮影用に、そこからの、お届けです。YouTube のことを話そうかなと思ってます。3月の頭から私急に YouTube に目覚めまして、で1日1本の動画アップするという感じで頑張ってやってきました。でおかげさまでチャンネル登録者数1000人を超えて1600人ぐらいになっています。ありがとうございました。で、1年間の総視聴時間もそろそろ3300に達していて、まあ多分4月中には4000いくんじゃないかなと、収益化ももうあと一歩みたいな感じのところです。でもアザラシの赤ちゃんチャンネルに分けちゃったんで、ちょっと遠のくかもしれません。なんで YouTube やろうかなと思ったかというと、正直もう紙媒体での動物写真の世界はもうマーケットが終わってるんですね。どういうことかというと、かつては駅に行くと動物の親子のポスターとか一つ二つあったもんです。今もう全く見かけることないです。あっても猫ですね、せいぜい柴犬。もう動物写真が広告のポスターとかになる時代がもう終わってるというわけです。で二つ目が、プロが撮る必要がなくなってしまった。カメラが随分進化して私たちも随分楽になったんですけれども、今度はアマチュアが撮った写真と私たちプロが撮った写真の差がほとんど分かんなくなってしまいました。まだ違いはちゃんとあることあるんです。でもそこの差は本当に小さいのと、求める人がそこの違いを求めていないっていうところもあります。なので動物写真家の仕事は随分アマチュアの方に侵食されています。友達の写真家でも今までやっていたカレンダーアマチュアの方に半分取られちゃったとかいう人もいました。私もシマエナガちゃんの写真集出して、大きな話は実は私のところに来なくて、ネットで調べてアマチュアの方に行っちゃったりしてるんですね。あれなんでだろうとかね、ちょっと正直思ったりしてるんですけれども。で3つ目、マーケットが崩壊してアマチュアの方にどんどん進出されてきたんですけれども、まだ最後の砦みたいなのがトークショーとか公演だったんですけど、これコロナ禍でもう壊滅ですね。もう去年ほとんどなくなってしまいました。でそうなった中、何に希望があるかって言ったら YouTube かなと思ったわけなんです。テレビの世界を見ていても、お笑い芸人の人がどんどん YouTube にシフトしてますね。もうテレビからの声かかってくるのを待つよりも、自分でどんどん動こうという気持ちじゃないかなと。で私も同じなんです。もう雑誌の仕事待ってたり、広告の仕事、声かかるのを待ってるよりも、もうどん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  YouTube で自分の世界をアップしていって、でそっちで収益化できればもうそれでいいんじゃないかなと、はい、まあ、収益化は本当に難しいんですけれども、ただそっちの方が夢はあるかなと思ってるわけなんです。なんでかというと猫ちゃん動画すごいですね。だいぶ見たんですけれども、びっくりするくらい再生されています。登録者ももう私より2桁多いですね。10万単位ですね。極端に言うとナショナルジオグラフィックのサイトよりも可愛い猫ちゃん動画の方が閲覧数が多いんです。でも
内容を見てみると、自分の好きなものを自分の好きなように撮ってるから伝わるんですね。本当可愛いです。でもそれって写真の一番望ましい姿なんですね。写真って自分の好きなものを人に伝えたくて撮るわけなんです。でそれでビジネスになったらもう本当言うことないわけなんですが、今まで写真の歴史でそれをなった時代っていうのはほとんどなかったんです。でも YouTube の世界にはあるんですね。なので、自分の好きな世界を ちゃんと真面目に伝えていったら動物写真にもまだ目があるんじゃないかなと思っていろいろ頑張っているところです。今ほんと試行錯誤していて、アザラシの赤ちゃんチャンネルに分けたことが本当に良かったのかどうかも分かんないんですけれども、ただゆくゆく私のモモンガとかシマエナガを見ているのは日本人ほとんどなんですけども、アザラシの赤ちゃんの方は海外からの人もよく見ていたんですね。で日本語で表記しているところと英語を例えば混ぜてても探しにくいんじゃないかなと思って、だったらもう完全にチャンネル分けちゃって、アザラシの赤ちゃんの方はそっちのサブチャンネルでまとめちゃおうと思ったわけなんです。1日にメインチャンネルで1本、アザラシの赤ちゃんチャンネルで1本と2本の動画をアップしてますので、本当大変です。本当覚えることいっぱいで、編集だけならまだしも YouTube の作法みたいなのがありますよね。そっちも覚えなくちゃいけないので、なかなか本当に大変です。もっと早く始めてはよかったかなとかね、正直も思ったりもしています。でも、やってるの楽しいです。自分の好きなものを発信できるってことはクリエイターにとって一番嬉しいことですので、コツ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 頑張っていくしかないかなと思っていますので、ぜひこのメインチャンネルとアザラシの赤ちゃんチャンネルの方の登録をよろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。